皆さんこんにちは、鈴木亜美です。今日は、ね、会社に来ております。で今ちょっと休憩時間でお腹が空いたからね、ご飯を食べようかと思ったんですけど、ちょっとここでね面白いことをしようと思って、私がいつもですね辛いものを食べて舌がバカなんじゃないかっていうふうにね言われることが多いので、私の舌はバカじゃないっていうことをねここで証明したいと思います。何をするかというと、これ1から10あるんですけど、私の舌が確かだったらこの1から10を全部ちゃんと並べることができるということなので、ちゃんと1から10当てられるかどうかっていうのをやっていきたいと思います。で私そんなに1から10全部食べたことはありません。なので今日初めてちょっとやるんですけど、まあ私は自信があります。私が全部当てられると思う人あれ、うん、あれ、そう、あ私のことはあまりね信用されてないみたいです、私の舌はね。じゃあここで順番に食べていきたいと思います。でこの裏にその何からかっていうのは貼ってあります。で私は何が並んでるか知りません。この順番もバラバラです。なので私が正解だと思う、まあ、これだろうなって思うものをどんどんこう便箋じゃなくてなんだっけ付箋ね付箋で番号をつけていきたいと思います。こっちから行こうか、下のね。なんとなくね、でもね色はねちょっと違うのはね分かるのよ、確実に違うなっていうね。この辺がちょっとねサラサラっとしてるのが並んでるのは分かるの、まあ、これはだからね少ないので確認できるのは多分一番最後にしようかなと思います。この辺の最初の方ねちょっと食べていきたいと思います。まずこの右下のこれから結構なんかサラサラしてます。で色もなんか可愛らしい子供が食べるような、うん、甘いね。こっちの方が甘い。あ、甘っ。今のところ1、2な感じね。今のところ甘い。一応辛口ですね。あ、そうなんだ。じゃもっと甘いのか。え、甘い。うん？甘い。あ、でもこ、あ、ちょっと味違うね。ちょっと辛みが出た。このところ1、2、3な感じ。1、2、3な感じ。1,2,3,4 かな今のところ。1,2,3,4。本当に違うこれ。辛さ違う？本当？ああ、辛くなってるかな。これ1でしょ今のところ。今のところね、まだね。まだ今のところ。分かんなくなっちゃうからちょっと今のところ。1,2,3だよね。本当？こんな綺麗に並べてる？そんな綺麗に並べる？そうなんですよ。ね？ちょっと待ってください。自分で言い出してめっちゃ難しいんだけど。甘いな。なんか甘いぞ。なんだ？4ぐらいかな。あ、全然こっちの方が甘いわ。甘いね。うん。じゃあ今度こっちの方が甘いね。
ここが3つあるんだけど。ここが3つ、全然わかんないんだけど。全く一緒。全く一緒。4までは完全にもうすごい甘いの、もう。すごい甘いの。でもここら辺はなんか、もうちょっと、スパイス入ったかなみたいな感じで。あ、なんかこうドロドロ感きてるね、こっち。この辺ちょっと、多分上だよね。あ、これすっごいドロドロ。これも10じゃない？これ10でしょ。10が本当に辛いのかどうかって話よ。5よ。難しい難しい。ちょっと試しにさ、はい、こことここ行ってみて。こことここ、うん、難しい。あ、まあ、ピリッときます。あ、きますね。後からきますね。すごい。スパイスいっぱい使ってほしいね。まあまあこれ、まあ、簡単に言うと絶対これはまあ10でしょ。まあね、濃くて。ああ。10? 重さが10です。めっちゃ涙が出てる。重さ10です。こっちはすぐ、あ、辛いって感じなんですけど、うん、重いっす。重い、重い。後から来る。後から来ます。もう涙止まんない。すごい。あまり参考になんないな。ここの3つが分かんないんだよね、5が。いやー、どうなんだろう。全然違う。あ、全然違うか。瞬時に一口ずつ行く。ここと、ここ。こことここ。どっちが辛いか。7からです。
これは最後は10ですね。はい、10からです。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。そんなもんです。私も人間です。そんな感じでした。はい、ありがとう。楽しい時間をありがとう。じゃあね、よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。